ゆずはです。アリアです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。はい、今回は新高校1年生になるアリアのスクバの中身と新小6になるゆずはちゃんのランドセルの中身を紹介したいと思います。結構年齢が違うので、こう変化の違いがね、わかるかと思います。それではどうぞ。もう高校生になるということで、はい、スクバです。めっちゃおしゃれ。これまずはこちら、ダーン。アリアがそうつい最近弟と映画を見に行ったんですよ、呪術廻戦。そうそう、その時に買ったプリンファイルです。あとはノート、ママパパのノートです。可愛くない？可愛い、可愛いよね。あとこれもドラえもんのノートです。なんか黒くなったかな。あと筆箱、最近筆箱を買いました。パーツが多くないんですけど、まあ、中身をちょっと綺麗に統一させて大人っぽく差し色ピンクにポーチです。まあ、高校生なんでポーチは持っていけるんですけど、このポーチがポール&ジョーのポーチです。レゴさんマジ可愛くない？めっちゃ可愛いよね。中身はこの櫛、この櫛めっちゃ好きなのあるよ。 2way、 あとはよく怪我するから絆創膏、可愛くない？可愛い。どこで買ったんだろう、100均かな。まあ、絆創膏入れと、あ、メイラにもらったハンドクリーム。え、可愛いね、これポール状の。え、可愛い。めっちゃ可愛い。なんか猫多い。そう、あれ猫大好き。クリーム。大事。色付きね。と、壊れかけの、いや、壊れてるんだけど。壊れそっちないや、そうそう。鏡かな、このポーチに入ってるのは。結構ね、もう必需品ばっかりなんですけど。視力高い。高校になるので、やっぱね、JK って感じで女子力上げていきたいと思います。あとは、グミ。高校はお菓子とか持っていけるので、グミとか、可愛くない？可愛いな、グミ。そう、グミが好きなんで、グミとミンってやると。私もグミ大好き。え、好きだよね。うん、美味しい。あとは、ドラえもんのハンカチ。ドラえもん好き。そう、可愛いね。これお友達にもらったんです。いいな。あとは、ママとベージュ。これ本当必須。マリオめっちゃアホ毛がひどくて、体力が落ちたら本当に爆発しちゃうんで、まとめ中。あとは充電器。充電器。携帯持っていけるので充電器もいりますよね。JK なんで。はい、アリアのカバンの中身はこんだけでした。イエーイ。めっちゃおしゃれ。なんか中学生とか小学生は持っていけないものが結構入ってたかな。お菓子とか絶対持っていけないじゃん。お菓子持っていけない。え、持っていきたかったアリア。ゆずのランドセルはこんな感じです。ファイルに東京、あ、東京リベンジャーズ、それの日夜、うんうんうん、この中にプリントとか、うん、健康観察表とか、あ、入れてます。音体カード。音体カード、音楽体育。え、なんか読書をしたり、グーチョキパータイス。グーパータイス。グーチョキパータイス。グーパータイス。グーパータイス。まず国語の教科書を読んで、次にグーパータイスとかカエルの鳥とか。え、ちょっとよくわかんない。大丈夫、言うとね。かっこいい。ちょっとなんか変わってるね。国語の教科書と算数のノートです。このノート可愛くないですか？可愛い。ピンクキャンディ可愛いじゃん。読めないですけど。読めないですけど。懐かしいですよね。くらいのノートとか来てください。はい、中2の時に炭をランドセルに入れたんです。キャップしないで入れたんです。なんで？わかんないんだよ。なんで？それはなんで？ゆずもなんでかわかんないんだけど、キャップを開けたまま入れて、学校入ったら炭がいっぱいついちゃってるし、ランドセルとか炭だらけになってて。そりゃそうなるよね。だってなんでキャップしないの？ひなちゃんにもらった。え、かわいい。何それ？巾着。うんうんうん。ここの中に日焼け止めと、どうぞ。日焼け止めと、カラネコの、かわいいですね。ラブにメモ帳ですね。虫焼けシート。無印で買った虫焼けシートと、ティッシュ大事ですね。おおお、そうだね。パソコンと、カミセッケと、アドベージュですね。え、小学校じゃなかったっけ？え、なんか女子力高くない？あ、まあ残った、うん、おー、結構炭が、うん、で、あとは鉛筆削り、大事なマスクと、これも足拭きシート。やばい。
とか知ってる、はい、あとこれは鍵、あ、なんか小学生っぽいのもあるけど、もう女子力が高いのがありすぎてなんか悲しくなってきちゃう以上です。はい、皆さん参考になりましたか？まあ、小学生、中学生、高校生の視聴者さんもね、ぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。